はい、お願いします。はい、じゃあ10秒数えてからお願いします。では10秒数えてから、じゃあいくよ。はい、じゃあミュートにします。はい、よろしくお願いします。茶色、黄緑、白。でも確認してよかったね。てかまたこの2人かよ。はいはい。砂ザメがエレクトリカル奥右上で死んでるぞ。なるほど。エレクトリカル右上。砂ザメさん。じゃあテラゾー投票しますね、じゃあ。テラゾーがないです。テラゾーのセルフレポートはないです。先端に。リアクターが鳴ってる時アドミン見てたんですけど、エレクトリカル誰もいなかったと思います。へえ。そもそも砂ザメさんを最後見た人は？なんかリアクター。リアクター来てたっけ？来てない。来てない全員の来てないよ。リアクター切って最初アドミンいました。最初アドミンいました。先にゆとりさんの最終位置聞きたいかな。ゆとりさんが俺たちがロアエンジンにいるときに右側に行ったの見てるから。自分ですか？自分最終シールドの方向かってます、はい、あ、そうか、下押したの砂ザメか。なるほど。誰かとすれ違った？誰ともすれ違ってないです。うん、じゃあ容疑者には入っちゃうな。あれ、ゆとりさん俺とすれ違ってない？あ、ごめんなさい、今どなたですか？アルコです。黒とすれ違ってません。黒とすれ違ってるのに、どこですれ違ってます？あ、アドミン出るときに誰か入ってきたんだけど、水色だった記憶してるんですけど。あ、私じゃないですよ、そしたらそれ。違うのか。ブテラ発言します。はい、僕はリアクターには向かわなかったんですよね。O2 で作業をしてたから、向かわなくて、アドミンの、アドミンを見てました。で、ロアエンジンで、一瞬消えて、またすぐ一人増えるみたいなやつが起こったから、お、これはって、そう、だから、そう、怒ったから、うん、お、これ、ロアエンジンに一人いるんじゃないか、死体が、と思って、行ったらいなかったんですね。まあ、多分それ、武雄だね。ロアエンジン出たり入ったり、多分そこら辺で。ちなみにね、ゆとりさんに説明をしていくと、おそらく、それね、俺と先端が閉じ込められてたのよ。うん。ロアエンジンに。そうね。はいはい。だから、そこの入れ替わりだと思ってて、で、俺、ロア、先端、は多分伝わると思うんだけど、扉が開いた瞬間に俺上行ってる時に砂ザメさんとすれ違ってるから、その時に砂ザメさんロアエンジン入ってるって感じ。トリナンさん最終位置どこですか？俺リアクター直したから、その後下向かってたぐらいだな。最終位置だそうか、エレクトリカル前ぐらいまで、はい、誰だっけな。ゲンはゆとりさんをめちゃめちゃ愛してきた人。そうなんだ。はい、次いきます。もう一回押そう。タイミング噛みなかったか。死んでないよな。あ、よかった。はい。多分時間的にキルができないと思う。さっき魚さんとセンターさんが閉じ込められたって言ってたのって、リアクターが鳴り終わった直後ってこと？いや、リアクターが鳴り終わった後に、俺はその時に下で砂ザメさんが直してるのを確認していて、うん、あ、ちなみにリアクター下で直した人っています、うん、俺の見間違いかもしれないんですけど、先端の上に出るのが砂ザメだと思う。俺が先に待ってて、誰か来たと思ってたのが多分砂ザメ。オッケーです。じゃあ砂ザメさんリアクターにいました。直りました、はいはい。で、俺と先端がロアエンジンの方に向かいました。扉が閉まりました。うん、開きました。ロアエンジンの上に俺行きました。砂ザメさんと入れ替わりでロアエンジン、砂ザメさん行ってます。で、それ先端来てないよね。いや、見てないけどな。センターリアクターに来てないよね、多分。いや、行った。センター来てる。俺、センターが目の前で扉閉まって、
ごめん遮断されて、多分その時に魚さんと一緒にいたって話になるから、それがそうそう。で、うん、先端ってさ、ロアエンジンの方いた時ってどっち行ってる？どっち行ったっけな。あ、右か。魚さん上だよね。魚さんをね、見てないの、その閉じ込められた後に。だから上行ったってことでしょ。あ、上行ってる、上行ってる。先端右じゃないかな。僕見た気がするな。そうね。先端のことを。うん。てか、魚さん、あれだけ砂溜さんの最終目撃位置をみんな聞いてたのに、このタイミングで出すのは、なんで？で、素直に疑問なんだけど。まあ、可能性もあるからね。めちゃくちゃ後半じゃなかった。あれだけ砂溜さんの情報欲しかったのに。魚さんはロアエンジン上に行った後、誰かと会った。あ、俺ね、鳥直先生とアッパーエンジンで会ってる。会った。はい。ゲンです。ゆとりさんにお聞きしたいんですけれども、ゆとりさんの最終地はシールドで間違いないでしょうか？シールドです。シールドに向かってます。はい、ごめんなさい。シールドに向かってるって言ったんです、さっき。シールドじゃないですよ。ストレージからシールドに向かってる途中です。途中なんですね。はい。通路です。わかりました。じゃあ、ギリセーフかな。ゲンの最終地はシールドを抜けたあたりなので、ほぼゆとりさんと同一のはずなんですが、はいはいはい、ゆとりさんをお見かけしてないので、非常に怪しいです。怪しいね。ちなみにさっきの発言では多分ゆとりさんシールドとしかおっしゃってなかったと記憶してます。これ間違ってたらごめんなさい。アドミ見てたんですよね、ゆとりさん。怪しいね。アドミ見てたのはアルトですね。アドミじゃないですよ。誰も一緒に行動しないのね。見えた。テラゾちょっと強引だったかな、あれ。誰も気にならなかったのか。なんで魚さんなんだよ。いや、怖っ。はい、メッドベイで竹を発見。メッドベイ、アッパーエンジン側に向かったのは誰だったっけ？あ、待って、メッドベイだったら、僕結構新しい人だと、はいはい、新しいというかメッドベイにいました。僕は新しい人リアクター、じゃあ発言します。プテラです。リアクターが鳴ったんだけど、はい、僕はメッドベイであのチュイーンをやってたんですね。うん、だから、はいはい、チュイーンをやってたから、それまあちょっとこれ終わったからでいいやと思ってました。で、注意をやった後に、右側に右側スキャンね、スキャン右側に、注射器みたいなやつ、あれ先に触っといた方がお得じゃないですか。そうですね、あれも触っていったんで、もう15秒ぐらいはそのメッドベイにいたんですね。はい、でリアクターの方に入ってった時にはもう終わってて、それは残り5秒ぐらいでした。で、寺蔵さんがメッドベイで竹雄さん見つけたの？ごめん、竹雄さんか寺蔵さんを見たらタイミングはどこですか？いや、僕は見てないですよ。あ、説明できます。リアクターが鳴った時に竹雄さん、俺と先端が真っ先に行き、竹雄さんが後で来て、その後に竹雄さんと寺蔵さんたちが一緒に上の方に行ってるのかな。うん、あー、分かんないっすか。ごめんなさい、竹雄が上に行ったんだっけ？上に行ったその一人なんだっけ？じゃあ直前だ。いや、だって竹雄さん上に行かないとメッドベイで死体なんか上がらないでしょ。そうだね。リアクター直したの、竹雄さん？あ、違う、これとセンター。まあ、とりあえずいた、竹雄さんは。いたんだ。うん、あ、じゃあ、もうめちゃくちゃすぐ見つけてんじゃないですか、寺蔵さん。そう、多分すぐ見つけてる。うん。だって僕いなかったから、僕はメッドベイで初作業したから。ゲンさんはできないと思う。リアクターより後に死んでるってことから。先端もほぼ不可能で参考は。エレクトリカルに行ってますが、時間帯的に早すぎるから、先端おそらく。てか、寺蔵さんのその視点を教えてほしいんだけど、なんか確かセキュリティに一回入ろうとしてたか、入ったかしてなかったっけ？いや違う、リアクターで下に先端と魚さんが向かって、上に誰か行ってるな、リアクターに一人戻ったなと思って、アッパーエンジン側行ったらメッドベイで見つけて、竹雄がその上に行った一人だと覚えてなかったって感じ。東洋の時間、ね、リアクターのあと10秒ぐらい後って思っていい？時系列的にはそうですね。それぐらい、うんうんうん、先行してたの結局誰なの？寺蔵さんの主張してる。いや、それが竹雄なんじゃない？ちょっとキルペースが悪いな。噛み合わなかったな、最初。ミスっちゃったな。
緒に出ればよかったな。はい、うん、ナイススイッチだと思います。じゃあ寺戸さん軸で話を進めて、ごめんちょっと先に俺ちょっと言いたいんだけど、あのウェポンのところで、リアクターの終了間際ぐらいで、右側にいる人間って結構珍しいと思うのね、あのタイミングで。俺、ウェポン側に行ったの俺とゆとりさんしか見てなくて、ゆとりさんが、O2 側の俺タスクやりに行ってたんだけど、ゆとりさんだけ早めに戻ってったのよ、うん、で、はい、リアクターが終わった直後10秒後ぐらいだって言うんだったら、リアクターを直しに行ったんだとしたら、ゆとりさんはそこ通ってるはずなのよ。ゆとりさんを見たっていう人が誰もいないのが俺今違和感なのよ。その話誰か拾える人いない？今のタイミング、ゆとりさんとはすれ違ってない。ゆとりさんがどこにいたのか証言してください、うん、じゃあ。え、今ですよね。い1個前です。今じゃない。あ、今じゃない。さっきの時ですか？大津川からウェポン通って、そのままカフェに向かってる途中で終わったんで、そのままストレージ側に向かってタスクこなしてました。なるほど。メドベーまで行ってないっていう、はい。ゆとりさん見てないぞ。ストレージでタスク？ゆとりさん見てないぞ。アルトさんどこ？アルトさんがいたと思うんですけど、ね。ゲンさんがストレージで配線やってて、はい、アルトがアドミン入っていろいろ見た後に、うん、アップロードしてました。ストレージですか？違う違う、アドミンの中で。アドミンの中で。そうそう、だからストレージの、あの外側の廊下、うん、隙間はちょっと見えるんで。ゲンはストレージの上の配線をアルトさんの後ろでやってます。リアクターの終わった後ですか？終わっ、いや、なってる最中。なってる最中はまだ向かってましたよ、うん、俺アッパーに。アッパーの方の入るところで消えたんで、そのまま戻ってストレージの方向かってます。なんで最初、トリナンさんと一緒にいて、トリナンさん向かわないの確認して、なんかおかしいなと思って、ただそのままずっと一緒にいても怪しまれるんで、普通にアッパー向かって。ってる時は俺アドミン管理見てたんで、うん、アッパーに一人一瞬見えたのは見えたけど、はいはい、確かになって終わったタイミングが自分アッパーのメットペイの廊下のアッパー寄りのとこにいましたよ。うーん、なんで関係ないと思います、その見えてないっていうのは。ストレージの配線の上の方にゲンがいた以上、ゆとりさんと交差してないとおかしいなって時系列的に思っています。まあ、それも確かに思う。投票していいんじゃないの、うん、どう思う、みんな。ゲンはもう一回押してもいいんじゃない？もう一回押してみましょうか。そんな押す必要あります？強すぎる、みんなクルーメントが強すぎるんだよな。ポスターむずすぎなんだよな。これもう残って殺してほしいな。来ないでほしい、ゆりさん。これ一人投票します？押す必要があるっていうか、釣る必要あるかなと思って。ゆとりさん目線で怪しい人はいないの？先ほどアドミンで見てたって人どなたですか？アルトですね。アルトさんね。まあでもアルトさんだってさ、自分は全然別に時間が使うんで。ゆとりさん視点さ、ウェポン通ってカフェティア通ってストレージ行ってるんだったらさ、そこで誰もすれ違ってない時点でさ、テラゾを疑うべきなんだけどさ、俺に対して嫌疑を向けてこない時点でゆとりさんがインコさんっぽいなって思っちゃう。流れ的には多分アッパーまで行ってるんすよ、うん、アッパー通って、でアッパー行って途中で直ってるんで、もう戻ってるんで、その時にすれ違ってないですよ。たださっき鳥南に説明した時はウェポン通って、うん、カフェテリア通ってストレージ行ったっつってるから、はい、アッパーに行ったことを証言してないので。ん、あ、違います、それはあの終わった後ですよね。鳴り終わった後に僕はストレージ行ったっていう話して、鳴ってる時にはリアクター向かってたんでアッパーまで行って、でそこで消えたんで戻ってストレージ向かってるんです。で先ほどアドミンで証言かけてる人は方は鳴ってる最中誰も通ってないですよって言ってたんで、鳴ってる最中はそこ通ってないっていう話。ゆとりさん最終位置どこですか？最終位置どこですか？最終位置ですか？一番最後ですか？うん、はストレージです。皆さん行った？A さんどこ行った？ミュートしました、失礼。だからそこがずれてるんです、ね、私とアルトさんの情報とずれてます。そこおかしいし、あれじゃない、うん、アドミンでそのアッパーエンジン映ったの時間的に竹尾さんだと思うけどな。あー、そうかもね。それだったら竹尾さんがいなくなっちゃうね。
ゆとりさん視点だと。そう、ゆとりさん初日の最終地点のシールドっていうのも現の意見と相反してますし、あ、そうだね、ちょっとそこは参加できないなって思ってしまいました。申し訳ない。あと1点、メットベイのほぼほぼ入り口近くでしたので、はい、ベントキルの可能性は少し低いんじゃないかなと思ってます。あ、入ってないんですね、メットベイの中。ああ、そうなんだ。入ってないの。俺は入るギリギリのところ。逆にアルトさん見てないの、メットベイが2位になった瞬間みたいな。ないえ、ないの。え、これ俺釣られんの。ないない、ちょっと待って、ないの。2位になった瞬間ないのに、メットベイの中に死体があったってこと？おかしくね？そうなの。メットベイにそもそもなかったんじゃない？ん？あれ？中に入ってた。わかんねえ。って思うけどな。飛ぶんかこれで。ここの食い違いは。テラゾウさんまで釣れるねかな。いや、見られてそう、今の不審な動き見られてそう。もうすれんじゃん。はい、見つけました、プテラです。はい、ね、このレポートが鳴った2秒前くらいに殺されてるはずですね。ほうほう。見つけたのはアッパーエンジンの右側の廊下で、扉が閉まってたじゃないですか。はい、でその時に S っていう文字が見えたから、魚さんだなって思ったんですよ。まあ、センタンかもしれないけど、センタン魚が扉のところにいるなって思って、で扉が開いて右行ったら魚さんが死んでたから、魚さんがそこで死んだんだなって僕分かってです。その扉が開くギリギリまで動いてたから、このレポートをもうちょっと奥まで見てたら、もしかしたら犯人見つけられたかもしれないけど、このレポートが鳴った2秒くらい前にアッパーエンジン付近にいた人が犯人だと思う。なるほど。トリナンゲンアルト、リアクター前で見ました。そもそもさ、プテハさんはどういうルートで行ったの？リアクター鳴って、リアクターからアッパーエンジンに行ったって感じ？あ、リアクター鳴って、で、リアクターとか なんで直さなかったのって思って、リアクターから出てきた人3人ぐらいいたのに、直ってなかったから、なんでと思いながら僕は上を直しました。で、終わった後にアッパーエンジンの方行って、扉が閉まったから、だりなと思って、うん、待ってました。トリナゲンアルトいたよね、まだその時。いた。で、リアクターを俺はちょっと先に待ってたんだけど、上下に分かれていく人が一人ずつ見えたから、俺はそのまま真ん中で待ちながら、治るのを見てからセキュリティに行ったのよ。で、うん、今プテハシさんが見つけるところを見たから、カメラ開いた瞬間にプテハシ死体が見つかって、そこにプテハシさんが入ってくるのを見たから、プテハシさんの自己レポートじゃないことは確か。じゃあトリナン待ってたの？ずっと？いや、ずっとじゃない。リアクターに入った瞬間レポートになったってこと？じゃあセンタンじゃん。センタンなの？ 3 人いたんだじゃん。じゃあセンタン入れようかな。センタンの権限は割と高いと思うよ。俺視点でも。右側にいたんだとしたらね。うん、だって扉閉まった時十字路あたりにいたよ。その他の人。ゲンテラゾウさん絶対無理だしな。終わったー。内川さん、プ
プテハスさんの目の前で僕弁当入って弁当出て弁当入ったけどバレてなくてびっくりしたんだけどめっちゃ目の前で弁当2回出て入って繰り返しちゃって あやばいやばと思ってどこの弁当どこの弁当ロアエンジンアッパエンジンで閉じ込まれた時二人きりになってなんかいやあれどうだったかなと思ったんだけど魚さんもいたから、うん、あれまあ魚さんかなだなんかちょっとねちょっと自信なかった。言及しなかった。柱も自分も一番最初のテラゾーさん発見の時に横で弁当入ってからレポートされたんで、あ終わったわと思ったそう、テラゾーさんが死体見つけた瞬間にゆとりさんが弁当入ったんだ。弁当入ったから、何も話始まらなかった。でもギリギリ多分視界に映ってなかったと思う、距離的に。入ってなかったんだ。そう。あのエレクトリカルの一番右側のタスクと弁当だとギリギリ多分見えないと思う、距離的に。なるほどね。あ、そうなんだ。あ、なんかでも脳裏に入ったようなの見た気がしたけど、さすがにそんなわけないとか思っちゃったな。みんなじゃあいたんだリアクターに。いやもう僕しかいない。みんないましたね。いたの結構そこら辺固まってたんだよね。じゃあどっち？でカメラを見ててテラゾーさんとプテハシさんが出てくるのは。6人中4人だから結構しんどい。固まってるから、まあ、今度こそエレクトリカル安全だろうと思ったら先端さんがキルして弁当に入りゆとりさんが追いかけて弁当に入ったっていう。なるほどね。あもうあれか全員ボタン消費させて4キル連続でするしか勝ち筋なかったのか。まあなかなかその即発見はやっぱ苦しいね。ゆとりさん会ってるってのはきついね。しかもゆとりさんの容疑かかったの僕が殺したしね。しかもあれも申し訳なかったあれそうなんだ。たまたまなんだね。提督死んだのそうだったんだあそうなんだ、ね、メドベイのやつじゃでもゆとりさんでも死体の前通ってエレクトリカルだね。エレクトリカルの時は一緒にいたセンターと。そうはいはいはい、なるほど。